横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ25回戦の模様をお送りしてまいります。ベイスターズの先発は左の浜口、対するジャイアンツの先発は右の戸郷、この両投手の先発が発表されています。今シーズン最終戦、まもなく試合開始です。左の浜口、これが25試合目の登板。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは吉川、はい、第9見送ってストライク。第2球投げました、インサイド空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、三振、吉川3球三振に倒れました。バッターは2000本安打の好打者坂本。第1球初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球投げました、空振り、投球は3球目、投げた、見逃し三振、ここは3球三振に終わりました。第1球投げた、変化球ストライク、インハイへ。第2球投げた、空振り。第3球ボール、次が4球目、投げた、打ちました、抜けた、ウォーカー、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第1球見送ってストライク、初球ストライクから第2球打ちました、1、2塁間への当たり、オースティンボールを取る、オースティン自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁、ジャイアンツ初回は0点に終わっています。右の戸郷、これが25試合目の登板、自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは桑原、第9投げた、初球に送ってストライク、まずは決めてきました、打ちました、あっと引っ掛けた、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番太田、第9投げました、初球外れても、第2球投げました、打った、あっと左中間、どうだ、これはヒットになります。打球が転がっている、太田一塁回って二塁へ、太田ツーベースヒットを放ちました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。第1球アウトコース低めいっぱい、ストライク、1球目ストライクから、第2球直球見送ってストライク、もう追い込んでいます、ボール。第4球を投げました、打ちました、引っ掛けた、1、2塁間のゴロ、アウト、ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあ、ピンチが続く場面で迎えるバッターはオースティン、第1球投げました、初球はストライク、いきなり153キロ、投げました、見送ってストライク、これで追い込みました、投げた、ボール。さあ、4球目、変化球、空振り三振、戸郷ツーアウト三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは丸、第9ストライク、まずは見送りました、初球ストライクから第2球投げた、打った、ファウルボール。第3球顔の前通過、第4球を投げた、フォーク、空振り三振、低めの変化球にやられました。バッターは6番松原、第9投げた、打ちました、初球打ち、三遊間の打球、あっと取れない、
松原ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号第9、完全に外れたボール、一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、危ない球、投げました、ボール、投げました、ストライク。第6球を投げました、打ちました、一、二塁歓迎、マーキー掴んだ、一塁送球アウト、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。さあ先制のチャンスにバッター大城、第1球投げました、スライダーボール。第2球真ん中ストライク、チェンジアップに全くタイミングが合いません。投げた、打った、流し打ち、ファール。さあ4球目ボール。さあ投球は5球目、打ちました、センター前進、センターフライだ、取って、これで3アウトチェンジ。ジャイアンツ2塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。2回の表が終わって0対0で、2回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはマーキー、第9投げた、ストレート見送ってストライク、いきなり154キロ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番宮崎、通算1000本安打まであと9本としています。第9投げた、初球決まってストライク、いきなり154キロ、インコース引っ張った、三塁線切れてファール。第3球は打ちました、左中間へのフライですがヒット、ボールが転がる、ボールはセカンドへ、バッターランナー二塁でストップ、宮崎いいバッティングを見せました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。第9投げた、初球打ち引っ張った、サード右、サードから一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げた、外角泳いだ、セカンド落下点、取りました、これで3アウト。戸郷ワンアウト二塁のピンチでしたがなんとか踏ん張りました。2回が終了しまして0対0です。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー戸郷、第9真ん中ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール、投げました、流し打ち、どうだ、オースティンボールを掴んだ、オースティンそのままベースを踏んでアウト。打順はトップに帰って吉川、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、初球を打ちました、また内野ゴロ、ファール、初球ファールから投げました、真ん中ストライク、バッター追い込まれました、追い込んで投げた、内角ボール球打った、これは内野フライ、スライディングキャッチ、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2000本安打の好打者坂本、通算300号本塁打まであと8本としています。チェンジアップはボール。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、外角低めいっぱいストライク。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。第5球投げた、148キロ直球、空振り三振、最後は空振り三振に打ち取られました。3回の表が終わって0対0です。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー浜口、第9投げました、初球見送ってストライク、いきなり150キロ、落ちるボールは空振り、これで追い込みました。投球は3球目投げました、打った、坂本ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはトップに帰って桑原、第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、フォークボール見送ってストライク。さあ次の投球投げました、
打った。第3球を投げました。外角高め、見逃し三振。戸郷、見事なピッチングです。バッターは2番太田。第1球投げた。初球を打った。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。戸郷三者凡退、無得点に抑えています。3回の裏が終わりまして0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターはウォーカー。投げた。初球はストライク。1球目ストライクから第2球投げた。打ちました。第3球を投げた。打ちました。山交代ヒット、レフト前ヒットになった。ウォーカーいいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球ストレートはボール。第2球空振り。第3球を投げた。インローボール。第4球を投げました。空振り。タイミング合いません。さあ5球目ストレートはボール。第6球を投げました。打った。フラフラっと上がった打球はセカンドフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球投げました。チェンジアップ見送ってストライク。第2球投げました。打ちました。痛烈、入れば先制だ。打球はそのレフトセンター見送った。ホームラン。第25号先制ツーランホームラン。これで250号に王手となりました。左中間スタンドに叩き込んだ。渾身のストレートを完璧に捉えました。バッターは6番松原。今日2度目のバッターボックス。第1球投げました。初球決まってストライク。まずは見送りました。さあ次の投球投げた。もう第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。打ちました。ファール。第5球投げた。外れた。ボール。さあ6球目流し打ち、切れていきます。ファール。投げた。インコース高め、見逃し三振。第1球初球見送ってストライク。初球ストライクから投げました。打った。第3球は真ん中、空振り三振。4回の表が終わって2対0ジャイアンツ、ここで先制です。ベイスターズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番佐野。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投球これから2球目打ちました。いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。佐野ナイスバッティングです。バッターは4番オースティン。今日の第1打席はスイングアウト。1球目ストライクからまっすぐ見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。見逃し三振。戸郷3球で仕留めてみせました。バッターは5番マーキー。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました。危ない球。第3球を投げました。ストレートはもうインハイへ。第4球を投げました。4球目ストライク。第5球投げました。見送ってボール。次の球がラストボール。空振り三振。バッターアウト。2者連続三振。バッターは6番宮崎。第1球投げた。決まった。ストライク。いきなり153キロ。投げた。打ちました。センター前に出る。ヒット。中継。宮崎いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球打った。流し打ち、ファールボール。1球目ファールから第2球打った。いい当たりだ。レフト前クリーンヒット。レフトバックホーム。二塁ランナーホームイン。ベイスターズ1点返しました。右バッターボックスは8番峰井。第1打席は内野フライに倒れています。第2球
打ちました。サード左へのゴロ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。4回の裏が終わりまして2対1、戸郷とうとう打たれてしまいました。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは大城。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げた、決まった、ストライク。タイミング合いません。投げた、外角球、空振り。さあ4球目、ボール。第5球投げた、スライダー、空振り三振。三者連続三振になりました。バッターはピッチャー戸郷。第9投げました、危ない球。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、ファール。投球これから4球目、外の球、空振り。さあ投球は5球目、投げました、打った、山取った、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って吉川、今日は三振とキャッチャーフライ。投げました、初球から打ってった、センター前進。打球はセンター浅いところ掴んで、これで3アウトになります。ジャイアンツ三者凡退に倒れました。5回の表が終わって2対1です。ベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー浜口、見送ってストライク。まずは入れてきました、投げた、見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、ボテボテのファーストゴロ。戸郷取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打ちました、初球打ち、センターへ持っていった、ヒットになります。桑原ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。第1球投げた、縦のスライダー見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、アルボール。第3球は打ちました、ピッチャー返し、吉川ボールを取る、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして2対1、ジャイアンツ1点リードは変わりません。ゲームはこれから後半6回に入ります。バッター2000本安打の好打者坂本、ここまで2三振といいところがありません。第2球真ん中にストライク。第3球を投げた、ストライク、見逃し三振。ここは3球で仕留められました。右バッターボックスはウォーカー、投げました、直球見送ってストライク。初球ストライクから投げました、打ちました、フラフラッと上がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番岡本、今日はファーストゴロとセカンドフライ。第9投げました、ストライク、まずは見送りました。さあ次の投球投げました、打ちました、ファール。第3球打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン。第51号ソロホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、ロークを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。バッターは5番丸、あと1本で250本塁打となります。今日2打点を挙げています。第9投げました、ボール。第2球投げた、打った、取って、これで3アウトチェンジ。6回の表が終わって3対1、ジャイアンツリードを2点としています。ベイスターズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番佐野、初球空振り、いきなり152キロ。さあ次の投球投げた、打った、ショートバウンド、一塁送球、岡本うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番オースティン、ここまで2打席連続三振、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました、打ちました、
左中間へ上がったヒット。オースティンいいバッティングを見せました。バッターは5番マーキー。今日はセンターフライと三振。第9球投げた。初球フォークボール空振り。第2球投げた。ボール。第3球打った。ボテボテの当たりはショートゴロ。坂本掴んだ。セカンドフォースアウト。セーフ。ダブルプレーはなりません。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。第9球フォーカーストライク。投球これから2球目打ちました。ショート左一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ベイスターズファーストランナー残塁。中盤まで終了しまして3対1です。浜口降板。マウンド上は頼れる助っ人エスコバー。今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9球大学見送ってストライク。第2球投げました。決まってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。真ん中空振り三振。松原全くタイミングが合いません。第9球投げました。直球見送ってストライク。いきなり156キロ投げました。ボール。第3球を投げました。3球目ストライク。さあ4球目打ちました。ファースト左横のフライになりました。掴みました。これでツーアウト。ランナーありません。左バッターボックスは大城。今日はセンターフライと三振。第9球ストレートはボール。第2球投げた。打ったレフトへの打球取りました。これでスリーアウト。上空には華やかな打ち上げ花火が豪華絢爛に咲き誇っています。7回の裏ベイスターズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは大和。ストレートはストライク。いきなり154キロ投げた。打ちました。これはセカンド真正面。セカンドから一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは8番峰井。今日はセカンドフライとサードゴロ。打った。初球ファールから第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。154キロ直球空振り三振。戸郷ナイスピッチング。第9球投げた。初球空振り。第2球投げました。打ちました。飛びつく。抜けた。楠本ナイスバッティングです。代打は神里。ベイスターズ代打構成に出ます。第9球投げました。初球空振り。第2球ストレート見送ってストライク。もう追い込んでいます。投げました。内角低めいっぱい見逃し三振。戸郷ナイスピッチング。7回の裏が終わりまして3対1。ベイスターズラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。エスコバー降板。右の入江今日3番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にバッターは代打北村。第9球初球はストライク。第2球投げました。打ちました。大和下がっていった。落下点に入った。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。打順はトップに帰って吉川。第9球アウトコース高め縦のスライダー外れてボール。投げました。流し打ちどうだ。宮崎バックしていった。レフト前ワンバウンドヒットになった。吉川いいバッティングを見せました。初安打。第9球見送ってストライク。第2球決まった。ストライク。早くも追い込まれています。追い込んでから投げた。ボール。インコース低め。次が4球目投げた。インコース低め外れてボール。投げた。打ちました。ファールボール。次が6球目投げた。打った。マーキーボールを掴んだ。2塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって3対1。ジャイアンツリードはわずかに2点です。ジャイアンツピッチャー交代です。先発の戸郷。
7回1失点の好投でマウンドを譲りました。マウンド上ピッチャーは覚醒した男大勢、今日2人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。ベイスターズこの回は2番からの好打順、トップバッターは太田。第9初球を打ちました。レフトフライ、飛距離は出ていません。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番佐野。第9初球決まってストライク。まずは入れてきました。投げた、打ちました。これはセカンド正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番オースティン。今日はここまで3打数1安打2三振。初球フォークボール空振り。第2球投げました、決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。1球外した、ボール。投げました、ボール、アウトコースへ。第5球投げました、打ちました、センター前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。大勢3人でピシャリと抑えています。8回の裏が終わりまして3対1です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターはウォーカー。投げました、フォークボール見送ってストライク。第2球投げました、打った、ファール。第3球を投げた、流し打ち、ライト前ヒット。ウォーカーナイスバッティングです。今日これで4打数の3安打。バッターは4番岡本。ジャイアンツダイソーを起用します。俊足の重信、一塁に入りました。第9アウトサイドストライク。投球これから2球目、真ん中に決まった、ストライク。第3球を投げた、これはいい当たりだ、右中間、一投、間違い、入った入った、ホームラン。第52号ツーランホームラン。岡本これで2打席連続のホームラン、ストレートを狙い打ち。今チームメイトが迎えます。左バッターボックスには丸、通算250号に王手をかけています。今日2打点を挙げています。第9真ん中にストライク。第2球投げた、直球ストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、インコース低め、空振り三振。丸全くタイミングが合いません。バッターは6番松原。今日はここまで3打数1安打2三振、直球決まってストライク。まずは見送りました。第2球打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒット、レフト前ヒット。松原いいバッティングを見せました。バッターは7番中田。今日4度目のバッターボックス。第9投げた、外角低め、ストレートは外れてボール。第2球投げた、真ん中ストライク。第3球を投げました、3球目空振り。バッター追い込まれました。次が4球目投げました、打った、セカンドの頭上、牧余裕があります。セカンド掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げました、まっすぐ見送ってストライク。第2球打った、流し打ち、ファールボール。投球はこれから3球目、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、危ない球。投球これから5球目、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第6球は打ちました、ファール。第7球を投げました、149キロ直球、空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。9回の表が終わって5対1、ジャイアンツリードを4点としています。さあここは守備を変えてくるようです。9回の裏4点を追いかけますベイスターズの攻撃。この回の先頭バッターはマーキー。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、インローで送ってストライク。これで追い込みました。低め、空振り三振。最後は直球、力でねじ伏せました。第9投げた、初球打った、打球は右中間に上がった、これはヒットになります。宮崎ナイスバッティングです。宮崎これで今シーズン11度目の猛打賞となります。投げた、初球から打ってった、レフト前に出る、レフト掴みました。さあいよいよあと1人、バッターは8番峰井。これが4度目のバッターボックス。流し打ち、ファーストライナー真正面、ゲームセット。ジャイアンツ見事勝利を収めました。
て今日のヒーローは勝利投手の戸郷。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は5対1、ジャイアンツ勝ちました。勝利投手は戸郷、敗戦投手は濱口、そして西武は大勢。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。